今回は、6部の城太郎って昔に比べてだいぶ弱くなってるよねについて紹介していきます。それでは早速どうぞ。ジョセフほどではないけど昔に比べてだいぶガタが来てるよね無位部城太郎。無双させるわけにもいかないのはわかるけど、6部で大した活躍がないのはちょっと悲しい。ピークの波紋時代からだんだんとフィジカル落ちてるよねジョースター家。城太郎自体どんどんガリガリになってるし。やろうと思えばできる。って気持ちが大事ってインヤバーも言ってたし。年取って、いやさすがに無理っぽいな。って冷静に考えれるようになって負けた。本人が衰えているって言ってる上描写的にも間違いない。強すぎるから仕方ないけど時止めの秒数がディオと比べて短すぎるのは辛い。あの城太郎が娘の危機には叫び声を上げるの好きだけど辛かった。これは叫び声上げるのもしょうがない。ジョリーンいなければ勝てたんかな。お荷物いっぱいいたしな。ジョースケとかかなり強かったからな。アナスイいないと死んでたし。スタプラもそんな無敵じゃないしな。普通に予測してない方向からの攻撃はダメージ食らう。ジョリーンが死んでたらプッツンして勝てたんだろうか。その時点で城太郎的には負けだけど。神父に勝ったとしてもその後の人生が無気力になってそう。エンポリオがプッチには勝ったけど主人公たちが殺されるのを見るのは辛いよな。親子二人で神父をオラオラして終わってほしかった。ほんとこれ。ジョリーン見捨ててれば勝ってたのはいい落としどころだと思う。城太郎に勝ってほしかったが6部は作品通して城太郎封じに心血注いでたからな。衰えたのにプッチがあれだけ対策しないと勝てないってやばいよね。だって対スタンド戦の経験値も対応力も高すぎるんだもの。神父は城太郎のこと徹底的に調べてそうだし。城太郎を調べ尽くした相手との戦闘って初めてだった気がする。そもそも神父基本的にスタンドの使い方めちゃくちゃうまいから。基本負けなしでしょあいつ。城太郎と勤めないでもスタンド使い撃破してたのに使えるようになったらそれに頼るようになっちゃったのかな。時止めした方が確実に倒せるだろうし。実際時止めは別に言うほど無敵じゃないからな。4部の城太郎もシアハ壊れなくて俺の自信がぶっ壊れそうだぜとか言ってるのがもうダメな感じする。衰えたって言っても時止めの秒数的には全盛期の3部と同じだし、20年くらいの戦闘経験の分で3部に迫る強さはあったんじゃないか。あくまで城太郎単体の話だけどね。5秒も止められるのにあの距離のプッチ神父に攻撃届かないのか、ってのは読んでて思った。3部の最終決戦とか1、2秒でえらい動き回る。っていうかもう飛んでたし。ナイフ片付けて、プッチの眉間に、スターフィンガー、すれば、ギリギリ5秒でいけるかな。正直焦らなければどうとでもできたぞ。神父さえ倒せれば最悪死んでも良いと覚悟してるなら、先に倒した後自分とスタプラを盾にすれば済んだし。できるかできないかじゃなくてやるっていう気持ちが大事なんだろうな。数フレームでも迷う精神性になっちゃったのがいいとも言えるし良くないとも。仲間と娘だと対応違うのは仕方ない。数フレームで思い出したけどモンハンライズで久しぶりにモンハンに復帰した時に、昔やってたフレーム回避をやろうという気すら起きなかったのを思い出した。以前は回避できればその分殴れるって思ってたけど、今は回避できなかったら被弾するからやらないって思っちゃう。全能感のある若い頃とそれを失った今をひしひしと感じたよ。一応、仮死状態になったり記憶が戻るの遅かったりで、年以外の部分でもデバフがかかってるって面もある。個人的にはそれでももうちょっと頑張ってほしかった。いわゆる主人公補正と言われるような天運とか若さゆえの万能感によるスタンドパワーとか、そういうのを失って、家庭もうまくいかなくて、それでも娘を守るために全力を費やせる父親になったのが城太郎なんだなって。他はともかく、神父のナイフ投げのシーンは昔は飛び道具警戒して仕込みをしていた城太郎から明らかな劣化を感じたな。衰えるの含めて人間参加だからな。永遠に変わらない吸血鬼との対比。しかし老体というほど老いたわけでもないのだし。年を重ねたのだからその分の用心深さと資料を見せて欲しかったところだ。持ってきたのが森の一本だけというのも、銃弾を認識させた後に時を止めて森を投げた。お前はこれを回避できない、で必勝だと思っていたのも少々いただけない。ディオがナイフ乱れ投げをしているのを知っているとなおさら仕込みしてる余裕なかったというのはあるが、置きに行った程度のナイフなら防具あれば防げたのは確かではある。それこそマントが防刃なら城太郎本体がマントをジョリーンにかけつつスタプラで神父殴れたりしたからね。そう考えるとジジイなのにディオ倒すために頑張ってたジョセフってすごいな。やはり波紋を得得しないと。ボルナレフとかジョセフは全盛期に近い生命力だったな。人生の修羅場の数もなんだかんだジョセフが上そうだしな。
でもザ・サンの鏡に気づけないくらい老いぼれてたから、年長者として皆を守らなくては、みたいな守りの思考になって気づかなかったんだと解釈してる。ご都合主義の主人公補正が抜けたからな。ご都合主義の主人公補正が敵に傾いたらってのがプッチ神父だしね。実力で考えるだけなら3部メンバーか4部メンバーならプッチ神父倒せてたけど、そこ含めて主人公補正なかったわけだし。たまたま街中で都合よく能力持った部下が3人も手に入るとか、強敵に追い詰められてあと一撃で死ぬってところで交通事故でその強敵が死ぬとか起こったら、もう主人公補正を超えた何かだと思うんだ。運命が味方だったからな。で、最終的に運命に敗北した。まあ、運命の奴隷だったってことですわ。3部のスタープラチナは一発でディオの頭蓋骨を砕くくらいの威力だったのに、6部だと神父がちょっと悶絶するくらいまでに弱体化しちゃってるのが。そう考えるとなおさら悲しくなるな。吸血鬼と人間どちらが強いかなんて明白だしね。ちょっと悶絶。弱体化とは恐ろしい。世の中にはボルナレフというどうして死なないのって人間もいるけど。まああの時は華教員とかジジイとか死んだ後だし。若さ全開の高校生と子供もいい年齢になってきたおっさんを比べるのは酷だぜ。しかも家庭が全くうまくいってないからな。奥さんにも娘にも嫌われるとかメンタル的相当参ってるはずや。前世紀だとオラーって言って遅かったなってほざいてるホワイトスネークの顔面叩き割って話終わりそうだし。まあ実際のところ3部の丈太郎だってそこまで絶対無敵ってわけじゃないから、普通に苦戦するんだろうけど。前世紀ならスタプラのパワーで海水ぶん投げてナイフ吹き飛ばしつつ、気迫で時止め時間を5秒くらい伸ばして神父にオラオラらし叩き込みそう。プッチの丈太郎への理解度が高かった。プッチ自身は慢心というか爪が甘いタイプなのに、最終付近では7部でいう漆黒の意思があった。3部の丈太郎だったらジョリーンを助けつつ、何か飛び道具を投げて神父を仕留めるくらいしてたと思う。これ鍛えてたらディオ以上に時間停止できてたんかね。鍛えてたらヨボヨボの40歳になってそう。ディオは吸血鬼パワーもあるからな、人間の身じゃ無理だと思う。というか能力の本質が全然違うからな。ザ・ワールドは概念に干渉でして止めてるのに対して、スタプラはほぼ高速だから体感的にそうなってるってやつだし、丈太郎は時間停止使うことにかなりの拒否感あるように思えるから。そもそも時間停止時間を伸ばす特訓はしてなさそう。時間止めることに拒否感があるようには見えなかったけど無理じゃない？ディエゴも5秒だったし、人間には5秒が限界なのかも。言うてワールドディオもスケアリーディオと同じタイミングで能力目覚めたとしたら2ヶ月ぐらいやし、ディオや丈太郎が時止めに気づくまでに時間がかかったこと考えると、時止めを認識したのはもっと後の可能性も高い。絶対に時を止めたいっていう感情薄そうだし無理じゃね。ワールドのが時止めにステータス振ってて、スタプラはその分殴り合いとかの基礎ステータスが高いイメージだな。だから、ワールドほどは止められないんじゃないかと思う。人間の肉体の前世紀って20代から30代くらいなんだろうけど、精神面では若い勢いが大事ってことなのかな。その割にディアボロ強いしな。もともとジョースター家のスタンドはディオから受けた呪いみたいなもんだから、闘争心のないホリーさんが体調を崩したように、文字通りオラついていた不良時代から精神が落ち着いた影響は他のスタンド使いよりあるかもしれない。